帯状疱疹になった人はがんになりやすいと聞いたのですが、本当ですか？20代で帯状疱疹になり不安ですという質問をいただきました。帯状疱疹になった人ががんになりやすいというのは間違いですが、がんの人は帯状疱疹になりやすいです。がんは基本的には40代後半からなる病気です。例えば40代以降で重症の帯状疱疹になった時にがんにかかっていないか調べるということはよくあります。しかし帯状疱疹は免疫が低下することで起きる病気ですので、寝不足、栄養不足、疲労、過度のストレスなどでも起きてきます。20代でがんになるということは稀ですので、帯状疱疹になったからといってがんの心配をしすぎる必要はないということと、帯状疱疹にかかった人ががんになりやすいということはないということをお伝えさせていただきます。